回今までやられているデータから分析した結果ではですね、プレート境界型ではなくて、フィリピンタープレートのこう内部で起こった地震ではないかなというふうに推定できます。想定されている首都直下のこう地震との関連も、今回の地震との関連については、ちょっとわからない。防災上の今後の留意事項といたしましてはですね、こういった揺れの強かった地域においては、今後の予測活動について、ご